ルーク・アレン・ウィーバーは、アメリカ合衆国フロリダ州、ボルーシャ軍でランド出身のプロ野球選手。ウト右打ち。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。2011年の MLB ドラフト19巡目で、トロントブルージェイズから指名されたが、契約せずに、フロリダ州立大学へ進学した。2014年の MLB ドラフト1巡目で、 セントルイスカージナルスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグカージナルスで、プロデビュー。A 級パームビーチカージナルスでもプレーし、2球団合計で6試合に先発登板して0勝1敗、防御率7.71、12奪三振を記録した。2015年は、A 級パームビーチでプレーし、19試合に先発登板して8勝5敗。 防御率1.62、88奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2016年は開幕を AA q スプリングフィールドカージナルスで迎え、トリプル A q メンフィスレッドバーズを経て8月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のシカゴカブス戦にて先発で、 メジャーデビューに登板して1勝4敗、防御率5.70、45奪三振を記録した。2017年は13試合に登板して7勝2敗、防御率3.88、72奪三振を記録した。2018年は30試合に登板して7勝11敗、防御率4.95、121奪三振を記録した。2018年12月5日に、 ボールゴールドシュミットとのトレードで、カーソン・ケリー、アンディ・ヤングと共にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2019年は12試合に先発登板して4勝3敗、防御率2.94、69奪三振を記録した。2020年は12試合に先発登板して1勝9敗、防御率6.58、55奪三振を記録した。伸びのある速球とチェンジアップが武器。 ありがとうございます。